皆さんこんばんは。テニスのいろいろお話する番組テニチューブ始めたいと思います。横山です、よろしくお願いします。一番です、よろしくお願いします。はい、さて今日は、はいはい、ラグジュアリースペックが一段落したんですが、はい、新作が出るということなので、はい、追加してお届けしたいなと思ってます、はい、なので今日はどちらかというと進化論争になるんですが、こちらになります。やっていきましょう。テニエンスでございまして、商品が、はい、プリンスということでエンブレムシリーズ進化論争やってまいりたいと思います、はい、またラケット等お借りしております。ありがとうございます。こちらが新作ということで、ラグジュアリースペックでね、だいぶもう2ヶ月ぐらい前かな、もう9でいいですね、うん、エンブレムを紹介をしました。で、ラグジュアリースペックの中でどうだこうだというのをああだこうだやらせていただいて完結したんですが、はい、そこに新作が出てきたので進化論争をして、そのラグジュアリーの中でどうなのかというお話をしていきますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、ではキャッチコピー何でしょう、はい、知らないよね、はい、旧作のキャッチコピーになります、うん、新作ねまたちょっと変わってくるかもしれないんですが、うん、キレキレボレー、はいはい、キレたボレー、うん、キレキレのプレー、キレのあるボレーじゃないですか、はい、あとは綺麗な女性が、ね、女性ユーザー非常に多いというラケットなので綺麗なボレーができると、うん、どうでしょう。そうですね、まあ、いや男性も使いますからね。そうですね、失礼いたしました。キレのあるボレーですね、はい、うん、で、エンブレムのスペックご紹介していきたいと思いますが、こちらが前作モデルのエンブレムのスペックになります。見ていただいて、ヘッドサイズ、レングス、アベレージウェイト、バランス、ストリングパターン、そして厚み、一番トップの部分とボトムの部分、それで最大圧があるというような話とスイングウェイトの話をしました。で、今作はこちらになります。はい、110の方は全く一緒です、はい、ただ120は少し重くなってバランスがちょっと上にいってる、うん、そうすると全体的に重くなるんだろうなと思いきや、スイングウェイトは一緒に設定してあるということでございまして、はい、この 2g と 1mm は何なのっていう話を、うん、まあプリンスさんに、相馬さん、竹本さんにインタビューさせていただいたら、はい、正直に計測してこうなのでと、うん、いうことをおっしゃっているので、リアルなアベレージの数値を入れられているということになります、うん、最初表記間違いかなと思ったんですけどね、まあ、これがね、グローバル、まあ、アメリカのブランドだとすると、まあ、キリのいいところで245と365とかするんですけど、うん、はい、しっかり計測されて出されているということになります。なので、少し数値、表記数値は違いますが、スイングウェイトも変わらないので、モールドも変わりませんから、ほぼほぼ一緒なのかなというふうに捉えていただいていいと思うんですが、今回は素材が変わっているということになってきます、素材、プリンスのラケットといえばテキストリウムトワロンをATS 配置ということになってきます。ちょっとここ紐解いていきます。まずはテキストリウムとは何ぞかと言いますと、普通のラケットというのも、このプリンスのラケットもそうなんですけど、カーボンシートから生まれます。カーボンシートをこう丸めていって焼いていってっていうなんですね。で、このカーボンシートを作る時に、糸からカーボン繊維から作られるんですけども、この糸が通常のラケットはマルチフィラメントストリングスのように細かいフィラメントが束になった糸で編まれていくと、うん、それがこのテキストリウムというのは、このマルチフィラメントストリング自体が扁平になっている、平らになっている。だから細かい繊維は一緒なんだけれども、その糸の作り方が違う。でそれを編み込まれていくので、左と右の断面図の違いになると。左と右でこの白い部分の断面図をね、うん、ここが接着剤だと思ってくださいと、はい、要はそのカーボン固めていくのに、レジンというものの中に含有させる、うん、まあ塗っていくんですけども、その量がやっぱりテキストリウムが圧倒的に少ないと。なので純度の高いカーボンができると、うん、そして強度も高いということなので、薄い強い軽いというのが通常のカーボン以上にメリットがあるのがテキストリウムだと、うん、いうことでこちらに文章を出しておりますけども、例えば、軽量化しようとした時にラケットですね、はい、このテキストリウムが使えたならば、うん、軽量化しやすい、うん、だけでも同じ強度が出せる、はい、例えばこれが通常のカーボンしか使えないメーカー様だったならば、うん、強度を出すために量を使わなきゃいけない、はい、そうすると重くなっていってしまう、うん、そのメリットデメリットがあります。
また同じ 300g のラケットを作るにしても通常のカーボンだと使える量が制限されるけれども、テキストリームだったらたくさん使えると、うん、そうすると強度も出るしねじれも強くなるしパワーも出るということになるメリットがあると、うん、そんなテキストリームの素材に今まではトワロンを掛け合わせておられました、うん、トワロンとはアラミド繊維で防弾チョッキなんか使われていて、まあ、こちらも耐久性を上げるというところなんですけども振動減衰性能効果もあるということです。このテキストリームとトワロンを混ぜ込んだ素材を ATS というテクノロジーのもとに、フレームの二次十字とシャフトの部分ここに配置することによってねじれに強くなるという配置方法でテキストリームとトワロンを入れてられておられる。これがプリンスの全てのラケットに入っているテキストリームとトワロンとアンチトルクシステムのテクノロジーだったということになります。はい、はい、これね前回のファントムグラファイトの時も話しましたけども同じことですね。で今回はこの素材を変えられた、うん、トワロンをなくしてザイロンを搭載された。ザイロンって何なのっていうと、通常のアラミド繊維よりもかなり強い繊維であると2倍以上ということなのでこの表絵を見ていただければ車持ち上げれるイメージということですね、うん、で要は、こちらのトワロンをなくしてさらに強度のいいものをテキストリームに加えたということになってきていて今までよりも強靭で軽くて、うん、振動減衰性も高い、うん、とにかくいいカーボンができたと。これがねものすごく今回プリンスさんが力入れている、うん、ゼットっていうぐらい、うん、はい、あの力入れられている新素材なんだぞっていうことでございます、はい、はい。でこれはどのメーカーも素材競争ということでやってまして、前回でもお話しましたけども例えばウィルソンだったらバサルトファイバーがあったりとかね、うん、ウルトラハイパフォーマンスカーボンファイバーがあったりとか、どこだヘッドさんだったら、うん、あなんだっけ、360度グラフィン、グラフィンとかね、各社いろんな素材を革新されていっているというところで、今回のプリンスさんの革新はテキストリームにザイロンを入れたものを ATS 配置しますよということでございます、はいはい、そしてパワーのためのテクノロジーでいう と,、モーフィングシステムということでございまして、うんうん、このエンブレムに搭載されているテクノロジーでシャフトはボックス、はい、上がどちらかというとラウンドタイプのフレーム形状を採用されておられて2つの異なるものを採用することで打感とパワーと両立しようということになっています、モーフィングシステムというものですね。違う2種類のものをガッチャンコされているということになります、はい、そして続いていきます。 X モーフフレームということで今度輪切りにしますとこんな形状になってましてこれは100には入ってません。120のみです。ここを輪切りにしますとちょっとね、中のカーボンの厚みが違う、うん、内側と外側で厚みが違うのでこれによって、まあ、剛性を高める、うん、ラケットのこのフレームの潰れ方を変えていく。そうすることによってパワーを高めようとか安定性を高めようということになります。さらにこれがね台形の形になっていて外側の方がちょっと広いんですよね、はい、内側にあるちょっと細くなっているというような、うん、フレーム形状になっているのでただのボックスっぽい感じではないというところになります。はい、まあ、そんな非常に細かいね、作業をされているということになります。要はカーボンシートを外側だけちょっと枚数を増やしているということになるということですね、うん、はい。で、まあ、そんなこんなはいいと、まあ、材料入ったのも分かると、テクノロジー分かるけれどもじゃあしなりどうなのか見ていきましょう、はい、この表は皆さんから見て右に行けば行くほど水平しなり、まあ、順しなりというのが大きいものが右側にあります。縦軸は垂直しなり縦しなりですね。上に行けば行くほどこの垂直しなりが大きくなってまいります。なので表の右上は、木のラケット、木のバットのような、うん、左下があればあるほど金属バットのような、まあパフォーマンスを発揮するということになります。はい、こちらにラケット配備しましょうということでせっかくなので、ラグジュアリースペック全て終わったんで全部入れてあります。あ、はいはい、行きましょう、はい、アストレの120そして旧エンブレム、うん、そして旧エンブレム、うん、はい、そしてピュアドライブの110、スピードパワー
そしてトライアド3、そして LX800-1000 というものを以前ご紹介しました。まあ、LX がねこの間終わったばっかりですけども、うん、このようなマッピングですよと言いました。でエンブレム青い部分が変わりますということになってくるんですが、しなりはどうなのっていうと、実を言うとエンブレム110全く変わりません。120も全く一緒です、うん、なので今回新作になってザイロンが入ったんだけれども、水平しなりそれから垂直しなりはともに前作のものと全く一緒です、うん、じゃあ斜めに計測しました、これも全く一緒で5位と8位でした、はい、強度が硬いもの順にということで、うん、で何が言いたいかっていうと、今までラグジュアリースペックの中でのここの表の中だけでのパワーのお話は全く一緒です、うん、で前作とシナリオは変わってないので、どういう打ち方されても前作の打球感は近いと思う、飛びも近いと思う、うん、ただねじれラケット雑巾のようにねじってまいりましたら、どれだけ抵抗力があるのか、ねじれたくないよっていう方が数値が高いです。見ていただくとこうなってます、はい、グレーが、まあ、前作のモデル、ラグジュアリースペックでお話してましたけども、うん、青と赤だけ比べてください。まずエンブレム110、ここから結構ジャンプアップしてますね。だいたいね 10% ぐらい安定性が高くなってます。120もそう、 10% ぐらい数値上ね、安定性が高くなってる、うん、ってことはしなり変わらないのにねじれが高くなったって、はいはい、これぞまさしくザイロンの強さ、なるほど、ザイロンのなんかこう腕力的な感じがちょっとしますよね、うん、理想ですよね、うん、だ素材がやっぱり革新しているというのが、うん、分かるのがこれが一番顕著かなと思います、うんうん、しなりは変わらないんですよ、はい、ついついしなり硬くなっちゃうじゃない、うん、安定性高くなったら、はい、でもそこは変えずに強度だけ、うん、要はねじれだけなので、今までやったら1ミリずれたら大変だったのが1ミリずれるぐらいはなんてでもないよと、うん、こういう動きが少ないよ、思った方向にしっかり飛ばせるよということになるかと思います、うん、はい、なんかここはすごくもう先に言っちゃいますけど進化なのかなという感じますよね、はい、でスピンのためのテクノロジーは特にはございません。ストリングスのたわみのためのテクノロジーをご紹介します。なぜたわませるのかというと、イコールスイート量が大きくなるし、ボールを飛ばす力というのはフレームではなくてストリングスの力を利用できるようになる、スピン性能も上がるということになります。そのための採用されているテクノロジーがエキスパンドホールということで、うん、各穴がちょっと大きいです、はい、まあ、最近クラシックホール使ってるラケットであんまりないけどね、うん、そうですね、ちょっと穴がね大きいんで向こうがこう見えやすくなっているというところになります、うん、はい、そして続いてお話しするのがパラレルホールということでございまして、これはプリンスさん独特のというところで、うん、全体の 85% の穴がストリングスの進行方向に穴が開いている。ちょっとご説明します。ビーストの絵にはなりますが、この一番上の糸です、これがずっと行ってきて、通常だとカーボンの強度、ラケットの強度を出すためにフレームに垂直に穴を開けることが普通だったんですね。なので普通に穴を開けるとストリングスはこっちに出ていってしまう。そうするとボールとラケットが当たってストリングスはたわむときに内側が支点になるんだけれども、パラレルホールまっすぐ開けることによって外側に支点が行きますよね。ストリングスのたわみが大きくなりますよね。前も言いました、肘から先を動かすだけじゃなくって肩から先を動かせればもっと可動域が広くなると。これはね、いろんなメーカー使ってますよね、はい、ウィルソンだとパラレルドリリング、うん、ヨネクスはライナーテック、うん、ヘッドが、パラレル ディレクションホールか、はい、ディレクショナルホールか、うん、はい、まあ、各社使っている今テクノロジーになって、これはねカーボンが強くなってきていってるからできていることなのかなというところになります、ということになります、はい、ここまで言いました。で今のところねザイロン入っただけで変わってない、ねじれが強くなっただけだと思うじゃないですか、うん、センターのマス目測っていきました、うん、横と縦で A と B のサイズを出しました。要は目の粗さ、センターの目の粗さを出しましょう。なんと今までのエンブレムかなり広くなってます。110が6番手だったのが1番手、うんうん、約ね 180% ぐらい広くなってます。掛け算してね、あの縦横け、うん、計算したその正方形が120も一気にここまでジャンプアップして 160% ぐらい上がる、うん、これが何の影響があるのかっていうと、目が粗くなったらやっぱりたわみやすくなりますよね、はい、打球感も柔らかくなりますよね。でラケットモールド変わってない、中身はザイロン変わられた、うん、ラケットっていうのは
ここ作ってから穴開けていくんですね、はい、うんうんうんってドリルでね、うん、でこのグローメットパチ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 ってはめてラケット出来上がるんですが、その穴を開ける時が変えたんでしょうね、うんうん、変えたとしか言いようがないよね、うん、だって我々測ってるからね、うん、はい、でじゃあそれがたわみにどういう影響が出ているのか、上からボールをぐーっと押してみました。そのどこまで沈むの沈むのというふうに見るとものすごい沈みます、うん、すごいですね。だってそれは目があれだけ荒くなってるから、うん、180% ぐらいですね。そう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 、まあね、フレーム自体は強度が増したというので、うん、フレームがねこう歪んだりとか倒れたりはないにせよ、穴が、ね、大きくなってない割にやっぱり目が荒いから沈んじゃうわけですよ、はい、そうなるとストリングスのトランポリン効果も出るし、うん、打球感も柔らかくなるし回転もかかりやすくなるということで、いいことにはなるんですね、うん、ただ今までのパチンという弾きはちょっとなくなるかもしれません、うん、ということになります。はい、で振動減衰のためのテクノロジーもご紹介しておきます、ザイロンが入ったことによって振動減衰も高くなってるけれども、ピュアファイバイブレーションシステム2が搭載されている。さらには110のみ、はい、まあ、ここねちょっと見てもらえれば、ここ白しかないですよね、はい、こっちはねちょっとね黒いラインが入ってるのが分かると思います、はい、グローメットが2ピースになっていて、この黒い部分がちょっと柔らかい素材になってるのかな、はい、まあ、これによって振動減衰性に役立とうと、うん、じゃあどんだけザイロンが入ったこと、ピュアファイバイブレーション2になったこと、それでどうなるのか、振動が手元にバーンとボールと当たった時に残ってるのはどれなのか、残ってる残ってる残ってるっていうのを見ると、これも見てください。まず120がここまで軽減されています、うん、120で 10% ぐらい減、110で 7% ぐらい減かな、数値的には。なのでこれはザイロンと、うーん、まあ、新しい素材でいくとピュアファイブレーションシステム2と、うんうん、あとはちょっと目が荒くなったので、うん、たわむから振動は減衰してるのかなというところでは、前回よりも心地よくなってるんじゃないかなと思います、うん、はい、でその他のテクノロジーはグリップテープにございまして、レジテックスソフトということで 100%、再生プラスチックを採用されているので、はい、環境に優しいですよということになります。はい、で、ここまでが今回の進化ということになるんですが、私が思う贅沢なリクエストというのは今回特にはございません、はいはい、まあ、もう少し言うならば、まあ、そうね、このに、ないかな、ないです、はい、もういいや、ないや、はいはい、あとはね、ちょっともう少し、なんだろうな、目が荒くなったことをね、荒くなったってあんまり PR できないのかな、なんかね、なんとか、ストリングシステムとかね、うん、テクノロジーみたいな、そう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 、目が荒くなったんだったら、うん、なってるからね、言ってほしいなっていう気がしますね、まあ、その分ね、ストリングのキレはやっぱ大きくなってくるから、うん、ただこの辺の層の使う方はもしかしたらそれを求めてないからこその踏み切られたことかもしれないけれども、うん、はい、ということでございるんですが、はい、進化変化対価、まず横山さんの意見だけ聞いておきましょうかね。いや、もう先ほどもね、三浦さんが言ってましたけど、進化ですよね、間違いない、もうザイロンが入ることによって、しなり、水平しなり、垂直しなり全く変わらないの、うん、あれだけねじれなくなる、うん、ただじゃあこの間発表した、ラグジュアリースペック全、ラグジュアリーラケット全部並べてのパワー順とかあったじゃない、それがどうなったか、それを発表していきましょう、はいはい、一旦ここで進化論争終わりまして、独自分析解説の方に変わりますが、ラグジュアリースペック、これだけね紐解きましたよね、今までね、もう一個一個言わなくていいね、はいはい、これが、パワー順で並べたらどうなるのか、LX の発表をもって全モデルの、独自分析解説終わりました。その時発表したのがパワー順は1位 LX1000、LX800、アストレル120、エンブレムの120、そしてピュアドライブの110、エンブレムの110、スピードの115パワーですね。そしてトライドという話をしてきました。今回この2本がなくなりました。はい。で、新しいこのエンブレムが入るとどうなるのか、こんな風になります。はい。ということでそれぞれランクアップということになりまして、うん、まあ、以前ね LX が1位2位にあるのはあるんですが、エンブレムの2つが前回よりもザイロンが入ったこと、ストリングスフォール、が少し間がね、うん、隙間が空いた、それからピュアファイブバイブレーション入ったということでパワーも少し上がっているというところになります。次にスピン順いきましょう。前回発表したのが LX1000、アストレル、そしてエンブレム120、
そして110の LX ピュアドライブ、エンブレム110パワー、そしてトライアドだったんですが、はい、この2本がなくなります。そうするとズンズンズンと上がって、特に110は大きくジャンプアップしたのかなというところになってきます。回転がかかりやすくなったということですね、うん、はい。続いてスイートエリアサイズが、このような順番で今まではご説明してまいっておりました。で、この2本がなくなる。そうするとどうなるかというと、これも特に110の方はブレが減ってるんでね、120もそうですけど、ブレが減ってるので大きく広くなったのかなと言えます。で、一番大事なのが勝手ながらですよ、ラグジュアリード、うん、ホテルでいうところの、我々がよく泊まるビジネスホテルではなくて、うん、はい、フェデラーが日本来た時に泊まるようなね、うん、リッツカールトンのホテル、うん、我々が乗るような軽自動車というかではなくて、うん、高級なね、もう後ろに乗ってればいいようなロールスロイスのような、うん、そんな感じになれるのはどれなのかの順番でいくと、前回発表したのは LX1000、アストレル、エンブレム、やっぱり120というかね、面の大きいのが上に来ます。そして110のこのモデルたちが来て、最後にトレアドだったというところなんですが、ここもこの2本がなくなりました。じゃあラグジュアリードね、若者にまあふふっと言ってこう、うん、パワーでも打ち勝つための順位というのはどれがいいのかというと、ぐんぐんぐんとなりまして、ここに来るかなと、うん、特にね、この間インタビューさせていただいた時も、うん、エンブレム、この熱いラケットね、飛びゃいてもじゃねえよっていうのが開発の方もおっしゃっておられるんですが、うん、やっぱりザイロンによって非常に、パワーも上がってるし、心地よくなってる。だこれさえ使えばね、ジュニアにも打ち勝つ、はい、うん、お父さんが現れるのかなというような感じもございますのでというところでございます。こうなればなるほどね、やっぱり私はエンブレム110がね、うん、ちょっとテニスクラブ通おうかなと思ってるからこの辺がね、これ聞かれたんですよ、前のもプリンスさんに、美女さん今使う前ラケって何にしますって言われて、よくそんなこと聞くなと思いながら、はい、このテニスをしてない私に対してだから僕私はこの2本でちょっと悩むかなって、うん、エンブレム110と LX800 で悩むかなっていうところでございますが、さてあなたはどうでしょう、うん、まだこの辺使わない。そうですね、ライブジュアリーはいいの。いやいや、なんか勝つにはこっちなのかもしれないですけど、なんか打球感が向こうの方が好きかもしれないです、うん、まだ。あ、打球感ね、うん、なんかグラファイトを使いたくなりましたよ、だって。なるほどね、プリンスの新しい本ね、うん、はい、そうそうそう、まだね、プリンスさんはこの後まだ新しいまだも控えてますからね、はいはい、一気に発表になりましたんで、ということでは紐解いていきますが、今日はエンブレムということで、ラグジュアリースペックの流れで来ましたけれども、うん、非常に何だろうな、確実な進化を遂げられた、うん、そのザイロンによる効果というのが、うん、これまたね、マーケットでどれだけ受け入れられるかと、はいはい、このね、色がね、バニラホワイトっていうね、うん、光に当たるとちょっと青っぽく見えたりとか、あとね、ちょっとクリームっぽく見えたりとか、うん、そうですね、うん、ちょっとクリームっぽいですね、うん、なんかね、太陽の下で見てくださいってすごい言われました、ね、へー、だからあんまりね、こういう光よりは太陽の下で見たらもっと綺麗からっていうのはおっしゃってましたんで、はい、かなり力入ってるのかなというところのラケットでございました。以上が、はい、エンブレムの進化論争プラス独自分析解説、ラグジュアリースペックの中に落とし込んでみましたということになります。よろしいでしょうか。はい、はい、それでは今日はこの辺で終わりたいと思います、はい、大丈夫です、はい、では皆さん、さようなら。はい、さようなら。